疾風ロンドは、東野圭吾の長編サスペンス小説。2013年11月15日に、実業の日本社から文庫書き下ろしで発刊された。東野の書き下ろしの文庫本での発売は、1996年10月15日に、高段者文庫から発売された、名探偵の呪縛から17年無事となり、発売10日で100万部を突破した。 2014年12月11日には、単行本が実業の日本社から刊行された。2016年に映画化された。大法大学医科学研究所から、新型病原菌、K、K-55 が盗まれた。さらに、全国民を人質に、身の白金3億円を要求するというメールが、研究所所長宛に届く。残された時間は4日間。しかし、秘密裏に作った。 生物兵器なので、警察に通報することもできない。犯人のカツラハラはメールを出した直後に交通事故で死亡し、手がかりはカツラハラの遺品の受信機とデジカメに残されたテディベアの写った7枚の写真だけだ。所長の東郷正臣から、写真に写っているスキー場を突き止め、K-55 を早急に回収しろと無理難題を突きつけられた。 研究所主任の栗林和幸は写真からテディベアの居所を推理した息子の秀人と共に里沢温泉スキー場に向かう。しかしスキーの腕前があまりに下手すぎて息子の秀人からも呆れられる始末。そんな栗林を密かにつけ狙う者がいた。2016年11月26日に全国公開された。監督は吉田照之、主演は安倍博 医科学研究所からバイオセーフティレベル4の新型炭素菌 K-55 が盗まれた。しかし、秘密裏に作った生物兵器なので警察に通報することもできない。所長の統合の下には K-55 を埋めた場所の目印というテディベアの写真と3億円を用意しろという脅迫メールが届いた。犯人は研究所を解雇されたカツという 研究員だったが、この直後、警察から桂原が死亡したという連絡が入る。桂原の遺品には、K-55 はなく、テディベアに埋め込まれた発信機の電源は4日後の金曜日までしか持たない。気温が摂氏10度を超えると容器が破裂するため、東郷は主任研究員の栗林に大支給、K-55 を回収するように命令する。栗林は、 野沢温泉スキー場でテディベアを捜索し始めるが、久々のスキーで集体をさらすばかりで、立ち入り禁止区域で親切にはまる救助を呼ばれ、翌日は滑走禁止の林の中へ、スキーで突っ込みや足首人体を負傷してしまう。両日ともに栗林の救助を行ったスキー場のパトロール隊員の根津とプロスノーボードクロス選手の千秋から栗林の行動を不審に思われたため、 栗林はとっさに、新薬を隠されてしまったと二人に嘘をつき、二人を、K、K-55 創作に巻き込むことに成功する。しかし、そんな彼らの一部始終を見つめる不審な男がいた。ありがとうございます。